皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、1月の21日20時14分。過去様や、あと竹田千さん、今日はそこまで言っていいんかいの番組で、音声は、こう、ピーというか、こう、なんかこうね、マークがこう出てきて、何喋ってるかこう、わからない状態で音声も途切れさせて、何かどうなってる内容が、出てきてたんですけども、僕のこの間の動画の件で、多分こう、言ったんだと思います。で、一応今笑顔でいますけども、状況かなりきついです、精神的にね。そういう部分もあって、今日ね、例えば佳子さまの声で、今日もね、明け方4時ぐらいに起こされて、で、それから、睡眠薬を服用して寝る。寝るときは睡眠薬いらないんですけども、誰かによって起こされてる。厳密に言うと3時30分ぐらいに起こされたんじゃないかなと思ってるんですけども、大体それぐらいの時間帯が新聞配達の時間帯。で、スポーツ業界うんぬんが、利益に関わってる部分があって、の話だと思いますよ。その今配達してる人たちに無理やり起こそうとする意思とかないとは思うんですけども、そういうふうに見せかけてなのかな、何なのかな、だからもう僕も正直わからない。で、今日は佳子様は来ないという予定だったはずだと思うんですよ。で、佳子様の声がだんだん違う人のような声に聞こえる。もしかしたら最初から佳子様じゃなかったかもしれないになるんですよ。それが、例えばビートたけしのテレビタックルに出ている、女性弁護士さんの人が出たんですけどね。そこで会話してる内容とかで、今日の内容は政治資金規正法のことに関する内容だったりだとか、大谷翔平がね、もう番組の冒頭で納税が167億いるとか、なんかそんなわけのわかんない話が出てるんですよ。もうそこまで言ったら、日本のプロ野球界の年間の売り上げで200億円突破したものすごい方なんです。で、それはほぼほぼ不可能な数字なんですよ。年間の売り上げで、球団の。で、アメリカだって、そのメジャーリーグは、30球団って一つはカナダのチームなんです。で、株組織2軍とかもやっぱりありますから、そんな金額の納税絶対ないから、その、ドジャースとして、わかんないですよ。そのグループ企業とかの売り上げとか、全部つなげてきて、それで、その、わかんない。その、僕は、その、今までの競馬、云々とかも含めて、スポーツの勝ち負け、その、個人の権利ものの 2.5% でもし計算したら、莫大な金額になったとして、で、それ、けど分かんないですよ。けど、それは本当は個人からの収入からの支払いになってくるから、その、個人にそんな大きな収入を与えてないはずだから、その、例えばテレビ局のアナウンサーだったら基本給はね、テレビ出演することによって7万円から10万円、上乗せ。1ヶ月の基本給、180時間の労働時間に対して、それは著作権法で、音声とか画像に対して個人に権利ものがあるから、いちいちそんなに細かい、その、記録つけてね、その、どこそこの番組が何時間出ただとか、それあんまりもして、それも、アナウンサーもそれに付き合わされたらね、もうみんな大変なことになるんですよ。その領収書だらけになって。だからもう、その基本給に、その7万から10万上乗せの話で、もともとはその話で通ってて、今は現実どうなってるかわかんないですよ。人口はだいぶ縮小してきてますから、どれぐらいの金額はその適正なのかどうか。その辺のところで。で、その、ビートたけしのテレビタックルの話に戻るんですけども、女性弁護士さんの子供の頃の声なんじゃないかなっていうところで、まるで今日来るみたいな言い方をしてくるんですよ。もう大変本当に。もう大体わかるから、コンピューターが無理やり、その、僕に多分何か強制労働させようとしてるんだと思います。その河川水門回収弾発電とか、地下水トンネル発電の件でね。多分。で、そんなことしても、だからもう何回も申し上げますけども、僕一人の手で終えるような話じゃないから、そこはコンピューターも考え方大きく間違えてる。責めなあかんと正直総理とか入ってだから。本当に本当に。どう考えてもそう、絶対。本当に。総理の一言で始めれるから、本当は。で、もうその、もう僕も、集め協会行って、本当もう、
だいぶ返り討ちになってるから、だんだんなんか水路の特許みたいな話に変わってきて。こんな特許を申請して売り上げあんのって自分でだんだんもうよく分かんなくなってきて、何このアホみたいな話って、これバイデンした時の金額の 2.5% いけるのかなって、そもそももともとそれ個人の権利者の話になるのかどうかもよく分かんない話になってきてるから、もうメンタル的にもめちゃくちゃ追い込まれるから、家帰ってきてね、日曜日くつろごうとしていても、多分カポス様、いやもう今まで統計でね、その雨降ってる日、昨日もその前の日もまあ兵庫県雨なんですけども、まあ数日前ちゃんと僕もインターネット記事で流れてきたものだから言ってるんですよ。動画でもある程度言ってますけども、そのドントダムとね、その大川瀬ダム、大川瀬ダムは三田市にあって、ドントダムは神戸市にあるんですけど、その漢字で書いたら分かると思うんですけども、これ英語混じりじゃないですから、ドントダム僕がふざけてるように聞こえるでしょ、その英語が得意な人からしたら違いますから、あのなんか飲むみたいな感じ、お酒を飲むみたいな感じが入ってる感じでドントダムって読むんですけど、わかんない、あのたまにダムとか湖とか場所によっては川、まあ、河川は少なくとも名称変わってる時ありました。あの港川っていう河川が阪神・淡路大震災の、から数年後、まあ2005年ぐらいだと思うんですけども、それかそのちょっと手前、まあ、大体2005年それぐらいの頃に、新港川っていう名称に変わってたりするから、あと小学校も東山町にあったから東山小学校だったのに、僕の県を隠蔽したかったのか、夢の小学校って変わっていて、夢の町じゃないのに東山町なのに。わかんないですよ。僕の頃は少なくとも東山町だったんですよ。これもしかしてそこの東山町が夢の町に組み込まれて。そんなにややこしいことされた。隠蔽がひどすぎ。今年ね、2024年にガンダムでね、まあ以前、まあ人気シーズンになったガンダムシードっていうのがあるんですよ。でガンダムの機体の名前がフリーダムっていうんですよ。自由にダムぐらい作らせる。ちゃんと僕、二十歳ぐらいの頃、河川の撮影行きましたから。河川水門開式ダム発電とかだけ。で、富野さん、ガンダムのその、創始者である富野さん、そのガンダムという作品をね、手掛けられた方。その、もう今、もう80歳ぐらいの方なんですけども、だからその人はすごくエネルギーの残存量問題とか、ずっと人口が増加していくその世界の現状とかで、ああいうふうな閃光のハサウェイっていう映画の中でもガンダムの映画であるんですけど、まあそれも僕からの提案で作ってもらったんですけども、ハサウェイっていう、まあ青年が、ボソッとつぶやくんですよ。全人類が地球にはずっとは居続けられないって、その人口の増加問題とかでね。だから当時は昔はそれ、僕は子供の頃も、親戚が神戸新聞の普通紙のジャーナリストのおじさんで、まあ最後まで神戸新聞社で働いていた方なんですけども、神戸新聞購入してたんですよ。だから新聞とか一応、まあ見たりとか、父親と話したりとかあったから、その僕は小学生の頃って、未来の予想では人口はずっと増加していくっていうようなことで、食糧危機が言われてたんですよ。本当に。30年後とかになったら、食料が本当のところどうなってるかわからないっていう。だから、まあそういうふうなこととか、社会的な情勢をものすごく意識して作られたのが、まあガンダムなんですよね。だからその、富野さん、ふざけてるんじゃないですよ、フリーダムって。大真面目に考えたからこそそういう名称になったんですよ。自由にダムぐらい作らせろっていうことで。それで、フリー。2024年に完全新作版がもう一回まあ放送され、もう去年から告知されてますけども、まあだいぶ力入れて作ってる方の、真面目にね、まあそこに、まあ戦争云々の悲惨な話とかもね、込みにして、まあ、
ガンダム系で一番悲惨な戦争の話はポケットの中の戦争っていう作品なんですけども、まあそれはもう僕は小学生ぐらいかな、それぐらいの頃から、あって、まあ主人公は女性で、女性がクリスっていう人で、まあガンダムアレックスっていうガンダムに乗り込むんですね。でまあジオン公国っていう、まあ地球連邦から独立を唱えた人たち、まあそれがまあジオン公国みたいな形になるんですけども、まあ宇宙に住んでる人たち、だからまあスペースノイド対宇宙に住んでる人と地球に住んでる人のまあいがみ合いから来た戦争みたいな話になってるんですけども、そこのそのジオン公国側の、一兵士であるバーニーという、まあ20歳前後ぐらいの人なんですかね、まあキャラクターですけどね、まあまあそこでお互いがそのお互いがガンダムに乗ってるのが、クリスとシラスで、クリスは、ザコに乗ってるのが、バーニーとシラス、まあ殺し合うことになって、で最後まで相手の乗ってる相手が誰かわからないままクリスはバーニーを殺してしまうんですよ。まあこの二人は恋仲関係みたいなね、相思相愛だったんですけども、まあそういうかなりきついお話になってるんですけども、多分日本のアニメのベスト3に入るぐらい、まあ裸足の弦、ホタルの墓、その次はまあポケットの中の戦争なんじゃないかと、まあ僕の中の意見なんですけどね、まあそれぐらいだいぶその社会情勢をすごく意識されて作ってきた作品がガンダムのシリーズなんですよ。だから富野さんもそういうことをすごく意識されて、もともとそのガンダムシードっていうものは一番最初に放送されたのが2004年ぐらいの頃なんですよ。2004年か5年だから、もうかれこれ20年近く経過されて、でそのガンダムシード系のもので、やっぱり彼の言ってたあれだろうっていうことで、そのフリーダムがガンダムの機体の名称なんですけど、そのガンダムシード完全新作ということが放送されると、まあ一応これね、ナチュラルとコーディネーターって、あら、そんなに、その、もう何回も聞いてるかも覚えてらっしゃるかもしれませんけど、一応説明しておきますね。まあ、ナチュラル、いわゆる、まあ、自然というか天然というか、コーディネーターは調整役。これ言わなかったら、テレビにずっと出てた、僕も勘違いしてた方なんですよ。ちゃんとね、調べなかったから、モデルさんのことをコーディネーターっていうのかな。これ、小学校の頃から、僕も友達に一回覚えてそれ教えたこともあるし、僕も友達に教えてもらったこともあるし、だけどやっぱり途中でね、英語離れになるとどうしてもそうなる。まあもともとね、本当は日本の作品だから、天然側と調整役側って言えばいいのに。これ海外の人から聞いたら、英語圏の人たちから聞いたら、この名詞をつけられてるけど、笑い出せないって。それが怖い意味で受け止められるって、主人公の方が強いから、めちゃくちゃもうとんでもなく強いんです。ガンダム一気で片っ端から全部隊潰していくから、いろんな疑問点はありますよ。一応ビーム攻撃とかしてるんですけども、燃料持たないでしょとか、それ突っ込まれたらどうしようもないんですけど、どこにそんなに大量なエネルギー積んでるの。それでエネルギーの残存量も解決できる。あ、そうか、そうか、そういうことかって。まあ、ダム、河川に、河川をダム化して水を貯水して、で、発電するから、フリーダムなんてあって、だからエネルギーがたくさんあるっていうことで、あ、そういうことかと。そこまで分かった。敵キャラクターが、弾薬とか補給しに帰るところみたいな。もう絶対笑っちゃうから。
その調整役でも、あの、怖い方の意味のね、調整役、あんまりにも、その、怒りに任せて片っ端から撃ち落としてるのをよーく見たら、あれ多分殺してるやろっていうこと分かっちゃうから、人口増加問題の方ですかって、そんなに怖い主人公。もう今涙出そうになってるんですけども、よく見たら、主人公髪の毛染めと、茶色やろ。どうしよう。親友、黒といえば黒かもしれんし、青色に染めと思うかもしれん。どうせガンダムのった。絶対、そういう場面出てくるからって、一応、その、二人ともできるだけ相手パイロットを殺さないようにしようとするんですけども、怒りの限界がこう、突破した時に片っ端からあれ、多分っていう。ちょっと前までそういう部分がすごくクローズアップされてたけど、あれ多分片っ端からって。まあ、あんまりこう、血の気が引いてる時というか、こう、こう夜中全てがね、これ何にも進んでない状況とか全部分かった時に、そこだけ気づいたらものすごく怖くなるんですけど、そこだけに、そのフリーダムの話でワンセットで見なかったら、その、ちゃんとそういう方向でちゃんとガンダム制作する人たちも、ちゃんとみんなのことを考えて、エネルギーの残存量問題とか解決しようっていうことで考えて作ってたんだなっていうところが分かんなかったら、戦争のきつさばっかり、そのポケットの中の戦争とかも僕の小学生時代の頃でしたから、で、その後の、スターダストメモリーっていう、ごめんなさいね、ガンダムの話ばっかりね。僕は中学生ぐらいの頃に、スターダストメモリーっていう、0083って言ってたんですかね、0083と書いて、まあ、そのガンダムのね、初代ガンダムの元々は、まあ、70何年ぐらいの話でこうスタートしてるんですけども、もしかしたら、まあ、もともとその70何年っていう表記は、僕は1977年生まれなんですけども、その、それよりも2年ぐらい前かな、1年前かな、テレビ放送が始まってるんですよ。だから原案とか最初に考えた頃が、その、それぐらいの、設定にして、で、1970何年でもそのまま書いたら、ちょっとあれだから、多分、その、1900のところを00に変えて、まあ70何年からスタートして、で、0083の頃には実際の時間軸は1990年代には突入してるんですけど。いや、作品が追いつかへんからって。本当に。で、まあその、どうせこれ、1991年に F91 っていうガンダムが劇場で放送されたんですけども、まあそこでもね、フルズラーパークとか、淡路花博つながりで、ラフレシアっていう、その、世界一大きな花っていう花があるんですけど、デッキキャラクターが、その、乗ってる機体が、ラフレシアっていうめちゃくちゃ大きな機体で、もともとそんな大きな花、みんな怖がるから、品種改良したんって、普通こんな大きくならへんやろ。いや、科学業界、医療業界というか、科学業界というか、そっちの方と結びついて。みんなそれ見たらいろんな話、本当の話、いろんな話したら、それ見たら帰っていくわ。いろんな意味で。エネルギーの残存量までと、その、科学の怖い話とか、医療業界のダーティーな世界だとか、そういうこと全部教えてから、じゃなくて、ラムネシアと F91 の話、ワンセットになった。で、まあ、0083の話、戻しますね。その F91 の後に0083って出たはずなんですよ。F91 ぐらいが、多分、僕は中学生ぐらいの頃なんですよ。そしてもう中学1年生ぐらいの頃だったと思います。大体それぐらい。僕も1977年と言いながら、中学1年生の時、西暦何年かながもうわからなくなってるんですよ、本当に。まあ大体それぐらいで、ね、0083なんて、コルニ落としっていうのを、その、ジオン公国の連中はね、したからなんですよ。一回目成功しちゃったから。まあ、核兵器の強烈版みたいなものです。コロニーという、宇宙コロニーという、その何万人か何十万人か住んでる、そのコロニーをね、その、兵器に見立てて、そのまま落下させて、で、落ちたところの最初の初代ガンダムは、オーストラリアだったと思うんです。シドニーだったのかな、どこかな、ちょっとよくわかんないんですけども、まあ、
比較的大きな国に落ちて、そこの面積がごっそり持っていかれてるっていう強烈なお話から始まってるんですね。で、その WAT3 ではその主人公がその最後の最後まで、そのコロニー落下を阻止しようとして、画面の右下の方のその最後の方なんですけども、カウントダウンされてる数字がずっと流れてるんですよ、デジタル時計で。で、まあ普通に考えたらこれきっと、まあ主人公ガンダムだしきっとこれ止めれるんだろうなって思って見てるんですけども、現実の厳しさばっかり教えてきて、その主人公も目いっぱい頑張るんですけども、結局阻止限界点っていう最終的にここのラインを突破した時にこのコロニーの軌道を変えることができなかったらこれもう絶対落下するからっていう、その阻止限界点を最終的にもう突破しちゃうんですよ。で、いろんな人たちがまあ呆然として最低でも落下地点を変えなければとか、なんかまあそんなところで踏ん張ろうとするんですけども、まあポケットの中の戦争の後もなかなか強烈な作品で、その後の僕は高校1年生の頃のまあ、ちょっとこれも面白い話混ぜときますね。あんまり聞いていたら精神的にやんちゃうかもしれないけど、やむっていうのちょっと変、それは病気じゃないから、それは普通に悩むのが普通の人の普通の感覚は、エンジェルハイローっていう結局今の電波システムみたいなところで、宇宙にね、こうリング状の輪っかがあるんですよ。だから天使の輪っかみたいに見立てて、もう半分笑い話として混ぜなかったらみんな耐えれないから宇宙から電波でっていう人を操ってしまって、もうそのままやってるんですよ。もう今の状態スポーツの勝ち負けとあんまり変わんない、本当に。で、だからもう万博でね、リング作ってるでしょ。で、我が天下とか我が天下戦国風でね、もうついついこう万博のこととかある程度説明してるから、まあ僕のことをね、ある程度そういう話をしてる人たちは食いついてくるんですけども、しっかりとした意味の方でね、ちゃんと聞きたいみたいな方向の方で、ね、唐突に僕が書き込み始めてあんまり腹立ったからエンジェルハイロー、エンジェルハイロー誰だこんなところに地上にリングを作り始めたのってばっばそんなことで電波で操ろうとしても、もう話の整合性全部合ってくるから、どこが儲かるかの話とか、もともとオリンピックはそうね、テレビ局業界とかが視聴率で稼ごうとしたでしょ。で、まあ政府の方がまあコロナウイルスを理由に、まあ観客が入れないようにしたりだとか、もうそういうふうに手打ってましたけども、そこでお客さん入ったらもうチケットで見ましたから、すごい一番いいところの席20何万円それ一般人本当に誰が座ってるか観察名前記録つけたったほうがいい、叱ったほうがいい、本当それが本物の叱るべき対応まあだからその辺の話がご全てもうワンパックにするとね、でもともと高額所得者の人たちって、まあ普通の、まあ、テレビの出演者の人たちは大変な人は消えていってしまうじゃないですか。だけども最後まで残ってた人たちって絶対高額所得者なんですよね。どうせレクサスとか乗ってるんでしょ、そんな話になるんですよ、本当に本当に。で、高速道路いろいろつなげていて、で、その費用とかももう全部出してくれっていうことを頼んでいて、今年のそこまで一定委員会で出てきた金額は2兆8000億円。これ笑いながら言ってますけど、もう僕めちゃめちゃ怒ってましたから、本当に。だからその、エンジェルハイロー、大谷翔平のエンゼルスの話で、これはもうごまかす機会に、万博の話で。誰がこんなところにリング作れ言うてんって。五重の塔を見に行ったらええって、ちゃんと図面見せたら分かるからっていうことで、建築業界の人たちにね、その、高い2階建ての建物とかで、金属の鉄骨とか入れてるとこは入れてるから、そこの、内科の病院、やっとこの、2年ぐらい前に解体されて、あ、やっとなくなったかって、一つの駅の区間に内科と歯科が10件以上ある。さらに周りに総合病院が、3
3つは絶対にあるって、ちょっと離れたところすぐにまた4つ目があるからすごい立派なところ本当もうこの辺りめちゃくちゃですから、やっとなくなったかと思ったら、そのね個人会議みたいな内科のところ、今度以前よりスペース広くなって駐車場付きで、また内科作り始めてで鉄骨木造で絶対十分、2階建てなんか。作り方、あの柱と柱の間にペケポンの字で柱入れてりゃいいんです。そしたら横に揺れた時に、あの模型で見たら分かると思うんですけども、こう横にずれていって、こう横にスライドしていくような形でね、柱が、日本の柱がこう曲がっていって、そのボテってこう倒れてるんですよ。でそれは東日本大震災とか、まあ阪神淡路大震災もそうだし、石川県の能登半島の地震もそうなんですけども、まあすごく作り方が古いのと、間にペケポンでこう入れてないんですよ、木の柱。それぐらいだとあんまり費用かかんないから、それはもう本当は特に1回入れておかなきゃなんない。上に重しに、2階が重しになってるから結局そうなんですけども、今僕が言ってるのは金属の残存量問題で、金属は錆びていって消滅していくから、あと金属を新しく得ようとするには深く掘っていかなきゃなんないで、岩石が間に入っていたりとかして、それも採掘して取り出してベルトコンベア乗せて、流れていって、そこから金属を取り出したりとかしてるから、ものすごくエネルギー使ってるんですよ。そこから溶かして加工して、で運搬して、まあ途中でも運搬ありますけども、だからあの木材で済むところは木材で、しっかりと木材で済まさなきゃなんない。それは河川水門開始ダム発電を撮影しに行った時に、誰も山に木切りに行ってないところをしっかりと目撃していて、で、もう立派な木がね、倒木になってあちこちに倒れてるんだから、それは家用には使わないですよ。そのバイオマス発電とかでね、海外から木材輸入してるんですよ。ものすごい量を燃やすための木材を。自分たちの国でもう切る必要もないんですよ。もう倒木だから。もうアスリで、もう君たちもうね、会社のお金使ったとか、もういろんな話いっぱいあるから、その会社も大体でもと税金だし、で、NHK とかのね、電波塔も本当はみんなの税金でもともと作ってるものだからと。で、どうせ体鍛えなきゃなんないんだからと。みんなで倒木集めに行くと。それが筋トレ。だから僕は昔、秀和株式会社で働いていた時に、その時はちゃんと週5日、週6日の出勤じゃないですよ。週5日の出勤でも一月正直労働時間280時間時間ぐらいあるんですよ。280時間ぐらい。で、まあ、あの中身が入った灯油管をね、4管同時に持ってさせた、平気で歩く、筋力をも、保有していて、利き腕じゃない左手でも、成人男性を持ち上げれるっていう、それぐらい筋力をついてたんですよ。だから、同じように週は株式会社で働いてる人間は、まあ、金属バットなんですけども、野球場でソフトボールでホームラン、ちゃんと届くんですよ。まあ、ちょっとフェンスに当たっちゃったんですけど、フェンス、ちょっとネット張っていて、その、フェンスだけで終わらせていくと、例えば高さ2メートルぐらいのフェンスだったら、結構、その、球場外に行っちゃうでしょ。拾いに行くの大変だし、それ向こうにいる人とかに当たったら、また、ちょっとした事件になっちゃうから、ネットがね、こう、10メートルぐらいの高さで、まあ、あの位置だったらもう多分ホームランだっていうことで、まあ、まあ、それぐらいの飛距離とか、まあ、野球してた人間だったら、まあ、出せるぐらいの筋力がついたりするんですよ。だから、あんまり、金属とかのね、バーベルとかを使わなくても、力仕事してたら、本当は筋力つくんですよ。ね。効率性の良さ、どうせ体鍛える暇あるんだったらメーカーにとかにお金もらってね、そういうジムで体鍛えてる暇あるんだったら、ちゃんと倒木かき集めてきて、みんなで力仕事でね、10人で持ち上げたらいいでしょうし、そのトラックに乗せたりする時もそうですし、そういうような形で動きゃいいだけの話で、海外からそガソリン消費して電の子とかできてね、もう重機とか使って、なんかもうゆっくり乗せたりしてるでしょ。あんなもん10人ぐらい担いだ、よいしょでいけるやんっていう、そのそのために体鍛えたんでしょって、世の中の人の役に立つためにって、そこは抜けてるからそうなるんですよって。結局それ神がかり的な力とかも含めて、試合で営業を本当はしてくるはずだからって、日本人が率先して力仕事してるとこ見せたらええって、それでってそれで多分勝てるかなって。なんか言ってもね、全然誰も動かないんですよ、本当に。もう困ったもん。
もんですよ。あ、そのうん、最近動画でアップロードしてるその着信履歴のところで見てもらったら分かるんですけども、一応僕は撮影していたね、その金属回収地点っていうところからは、あの金属なくなってますね。ちゃんと回収してくれてますね、行政の人たちが動いてくれて。あ、まあ撮影してよかったなとは思ってますね。あの頑張ってくれてる人は頑張ってくれてますから、ちゃんと分かってくれて。そういう一部の人たちの頑張りが僕の支えですね。なんか今日ちょっとね、昨日もその前の日も兵庫県雨降ってたんですけども、そのダムの貯水量でその 30% を低下したらもう取水制限っていう話になってたから、もう僕からしたら今日も雨降らしておくタイミングだったから、一応動画でもそれ言っといたら絶対今日はないでしょう、今日来るっていう選択肢は。それで晴れたら晴れで、そう、それはそれでいいのかなの話になるかな、本当に。だから電話っていう便利なものがあるのに、なぜ総理も誰も使わないんですかの話になるんですよ、最終的に。テレビ局の人間にしても。さすがに来る日決めていた、さすがにその時は警察官も一緒に、多分同行して一緒に家来ますよ。それで話したらいいんだから、まあ電話で話せる分はコンパクトで話したらいいでしょうし。僕の方が持たないんですよ。もうビートたけしのデビカタックルもそこまで行っていいんかい。もうあれこれ考えた時にもう僕もよく分かんなくなって、政治資金規正法のこととか、あの政治資金規正法から300何十億円は出てるんですよね。でそこから議員さんの給料出てるんじゃないかなとかも思ったりもするんですよ。政党交付金は何か5人以上で政党でしたっけ、何かこう人数がね集まらなかったら、え、そしたら最初はボランティアで働けっていうことなんですかみたいな考え方になっちゃうんですよ。それはそれで無賃金労働になるから違法行為になるでしょ。考えてよく分かんなくなるときは分かんなくなるんですよ。いや、それはちゃんと給料はちゃんと出ていて、それとは別に政党交付金があるんですよだったとしたら、金額今度それはそれ大きくなりすぎるでしょ。だって国から給料税金出てるんだったら、ええってなるじゃないですか。まあ、だからそれだからパーティー開いちゃダメよとかそういう話になってるとしたとしても、交通費自体公務員の人たちあるじゃないですか。で、国会議員の人たち JR 無料だったはずですよね。法律でそれ見たことあったと思うんですよ。でしょ？じゃあ、交通費いらなかったら、政党交付金、じゃあ、選挙するときの、事務所の費用とか、それ、事務所ずっと構えてるからなんじゃないですか。その賃貸とかで一時的に借りたら、安くで済むじゃないですか。だって、例えばね、自民党の事務所、神戸市議会、神戸市役所内にある、立憲民主党、神戸市役所内にある、県議会、県庁にあるでしょ。神戸市議会に関してはちゃんと自分で調べました。何回かそのあたりのフロアとかも行きました。もうその政務調査官の一人ね、河川水門外式ダム発電の話を投資に行ったことあるんですよ。だけども、まあ自民党の国会議員の人に聞いてもらいましたけども、自民党としてはする意向はないっていうことを伝えられて、もう2回目から会ってもらえない。まあ、もう僕からしたら、まあ、政党交付金の話もそうなんですけど、いや、事務所、市役所の中にあるじゃないって、いや、県庁の中にどうせあるんでしょうって。いや、一時的な選挙のところだったら、それ、ね、半月なりに事務所借りたりしたらいいだけだから、本当に効率よく進めようと思ったら、今、事務所借りる必要性あります？いや、その、党としての、事務所が市役所とか県にあるから、県庁とかに、まあまあ各都道府県ということになってくるんですけども、いらないんじゃないんですか、本当のところは。僕も書類見なかっ
たら、なんかいろんな話聞いてるから、なかなか物事を断定できない。すみません、JR の料金無料なのに、あと宿泊料金とか、国家公務員とかの人たちって、結構一泊の料金にそこそこ1万5000円以上の宿泊料金出てましたよね。箇所ぐらいかな、それぐらいで1万5000円ぐらいでしたっけ、一泊。どうしても必要な出張の時。宿泊費用。国会議員の人たちはもうちょっと出るんじゃないんですか？だって都政六法でそうなってますよ。ちゃんと票ありますから、あと食事代もいくらって。で、今多分僕がちょっと止まってるのは、聞いてる人もう止まっちゃうだろうなと思って止まっちゃってるんですけども、あのもう僕もね、テレビを見てるがゆえにちょっといろんなこうよく分かんなくなることってやっぱりありますね。やっぱり書類でしっかりとこうなってるがなかったら分かんなくなりますね。何回も本当はやっぱり政治家の人たちの給料ってその300何十億から出てるんじゃないのかっていう考え方になりますね。で足らない分は民間企業に天下りみたいな形になって、でそこである一定の給与を得てるなんじゃないんですかっていうのは、N 党って呼ばれていたそのまあ潰してもらったら困るんですけども、 NHK を ぶっ潰せみたいなことを言ってた人、 N 党の立花さんでしたっけ。まあその人はあのタクシー会社の社長されてたんですよ、とある動画で、数年前に見た動画で。で心の声の方だったと思うんですけども、遠藤の立花さんですよねって、淡井圭介ですけども、そうだよ遠藤の立花だよって言ってるんですよ。っていうことはその政党交付金ね、その5人以上か何人以上だかった、ちょっとこれも僕もよく分かんないから各種で調べてください。本当になぜある程度人数いるみたいなんですよ、党として認められるには。で法律でそうなってます。でじゃあ人数集まってないときは民間の方行って役員させられる、それをしながら国会議員として出席するっていうことなんですかね。なんかそれはそれで、あ映像とかこうしてること見たらそれはそれで話整合性合うなって思うんですよ。だから正直書類見なかったらわからないの話に僕もどうしてもなっちゃうんですけども、まあどうしたらいいですかね。その、でも、今、まあ、ええわっていうその声、まあ、佳子さまの声だとは思うんですけども、いや、じゃあもう頭の中でだんだん変わっているのかな、それとも違うかな、今日、いや、ビートたけしのテレビタックルの女性弁護士の若い頃の声でもこれ当てはまるなっていう声で、その人の声近いんですよ、佳子さまと。もう手上げです。もうそれ昔もね、そのもう10年ぐらい前に彼の場合その方法は無理だっていうことになったじゃないって、あの国会議員の人たちとかでね言ってくれてる人は言ってくれてるんですよ。あのその当時もうその電波で聞こえてくる声とかいろいろ調査した時、彼の場合は対象人数が多すぎるって、その政治経済とか深くいろいろ関わっていていろんなことを知りすぎてるがゆえに、もうその方法ですると彼を苦しめるだけだから、ちゃんと自分から会いに行ってあげなさいの話だったんですよ。僕二十歳ぐらいの頃から。その電波の方法とかじゃなくて、ね、ちゃんと電話かけて予定組んでって。まあ、皇室の方もそれで、一時僕に、どこそこに電話をかけたらいいっていうことで、つないでくれるところがあったと思うんですよ。ですよね。あの成田様たちの方の記憶ではどうですか。なんかあったと思うんですよ。でだけどもその時二十歳過ぎの頃の僕も二十歳前後の頃、もう正直こう心が弱くなるというか、こう自分がね、もうこれ全然もう僕のレベル手に負えるようなレベルじゃ、まだ僕二十歳ぐらいですよの話で、もう途中からいやそんな恐れ多いところ4電話かけないっていう形で早朝出勤とかあるのか、次の週のシフトとかを
はもう、ま、毎週ね、どうしても仕事欲しいから人材派遣会社でしたから、まあ、来週全部入れますの方向でもう予定ずっと出してるから、金曜日になった段階で来週の予定が分かるんですよ。そしたらね、電話かけてもらうにしても何時から何時にいますとか電話出れますとかそれ言えないんですよ。全然もう誰に対しても、友達に対しても、いや分からない、まだ来週の予定出てないから。で現場でもあるんですよ、いや今日何時まで行けるって、あ行きますよって、まだ残りますよって留守番電話サービスなんかこれ無理やわお互いただ留守番電話サービスいついつなら電話かけれますかとか言われてもその日になってみないと分かる。それも込みなんじゃないですか、みんな電話かけなくなったの。ただ根本的な我々若い世代の層はこれは絶対あります。電話代こんなに電話かけさせないってもう大変っていうこと、電話料金が1万円超えた、最初から郵送しといた方が良かったんちゃうか、記録も残るしって、ちゃんとあの手紙とかね、あのそのために僕パソコン買ったのかもしれないで、郵送代が云々の話でどうしてもホームページになるっていう、なんかそんな話だったと思いますよ。で僕二十歳ぐらいの頃フルーツラパークで僕に関わる件を ある程度話を聞いて、代わりに誰か代理で打ち込むような形に最終的に教わっていて、もうそこへのアクセスワードとかはもう分かんないままですね。どんな内容を書いていたのかすらも本当に、そしてその記録はまだ残っているのかどうか、もうそこからして謎ですね。以上です。それはまあ今日の本日のまあ近況報告ということで、過去世話教室の人たちへのメッセージ、もう正直もう早く楽になれる、バッサリと本当のこと言ってくれたらいいんですから。もう自分でも年齢差とかね、さすがにそれはないだろうって ちゃんとね、もともとは撮影者塾でやって、そこを踏ん張ってそこまで、いやなんかその結婚相手決めんかった責められてたでしょずっと僕電波とか何セレクトしてもずっと僕責められてる立場じゃないですか。それ助けてくれるって話だったのにっていう話ももちろんあるんですけども、これどのタイミングで、ね、僕宮内庁に電話かけたらいいですか。そこで電話かけても断られたらさすがに僕ももういいやってなるかもしれないですよ。本当にもうそれでもまだ集まってくる連中いるから、もう本当に引っ越ししようかなんて、その特許をもうスキルにしかならない特許をしてください。十何万があったらとりあえずある程度離れたところは引っ越しできるかもしれないから、分かんないですよ正直。生活保護だったらまあ神戸市内で言うと家賃限界値が4万、住宅補助4万3000ぐらいだから、まあ場所にもよるかもしれませんけども、でもすぐ簡単に人が集まってこれそうなところ嫌だから、もう持たへんから、いろんな人も撮影ばっかりして、もう室内の監視カメラは買いました。でそれで音声とか拾えていて、スマートフォンにねまあデータが飛んできたりとかまあするようにはしてるんですよ。でその内容も何時から何時ぐらいにこの時間帯起こしに来たやつがおるんちゃうかとか、まあまあそれで音声は起こしに来たやつがいるんだったとしたらね、音声は拾えてますし、けどこれを今度いちいち聞いてね動画でアップロード、もう動画でアップロードするしかないんですよ。で警察官とかが警察に例えば通報してそれ見たとか、なんて言ってたとか余計なこと聞いてくるでしょ。君の言ってることが本当だったら我々もそれでいいって言ってくれたらいいんですけども、それ聞かれて向こうはね、俺たちが来た頃にはいなかったとか、そういうこと言われたらこっちが寝れなくなるんですよ本当に。もうだからもともとこの設定自体がもうこれまあこの間ね、あまりのストレスの限界で、そのまあちょっと武田鉄矢さん
にも一応これご相談なんですけども、まあ今日怒って言ってきたじゃないですか。これね、初めてでしたっけ、言ったけど、すいません、怒ってる時っていっぱいあるから、そこまで言っていいかい。いや、もしかしたら僕2011年以降は直接皇室へ向かってその怒ったりするようなことは言ってないと思うんですよ。それとも SD カードでありましたっけ、ありませんでしたっけ。なんとかギリギリ国会議員止まりで矛を収めてますよね。ただどうです、20歳ぐらいの頃僕言いましたっけ。それで電話番号分かんなくなったとかでしたっけ。ちょっと僕もそれよく分かんないんですよ。ただちょっと本当にこっちの環境とか状況も、皇室の方たちもちょっとご理解してほしいんですよ。これ絶対無理ありますって言って、その結婚相手決めてなかったで責めれてたし、好きか嫌いかで言うと、それもちろん好きですよ。さあ結婚していただけたらありがたいですよ。ただ現実的に年齢的にもっていう部分もあるし、上夏美に関してはもう今までこっちも声かけたりしても返答とかもなかったから、挙動も変だし、でそれでも踏ん張ってもう相手はもう上夏美を結婚してることになってるけども、お年玉の抽選会で東京のそのわざわざ行きましたから、年賀はがきの。それやっと話し合うかと。その、支援先生、カノエギの分とか、何か誰かみんな責任持とうっていうところ。僕からじゃあ、こうした人たちも逃げた方にしか映んないんですよ。本当に。話し合い。じゃあ、だから、もうみんな逃げるんだったら、僕も逃げないから。それ、そう。多分、これは僕は20歳ぐらいの頃の現状。こんなもん無理やっていう、相手行方もみんな分からへんって、そんなもんなってから、そんな話持ってこられて、話最初からもう全部逃走方向でみんな名前と住所の電話をちゃんとね、教えておいて、こっちだって電話を教えてるんだから、自分たちから定期的に電話かけたらええやんって、その急に家の中入ってくれたりするのはそれはなしや。あったから、ありましたから、分からないから、こっちだって急に家の中入ってこられて、どこの誰か怖い人しか分かんないから、本当は応援マリコもそう。もともと体操してたの、応援マリコって。ここの住宅の、まだ住む前なんですけども、どんな家かっていうところでね、その、仮設住宅から引っ越しするときに、その、物件扱ってるところに、鍵借りて、で、一回、見に来たんですよ。ドア開けたら、女性がいて、急に目の前で足振り上げよって、一瞬こいつかかと落とししてくる、来ちゃうか。それが俺、それでそのワードビジネスサテライトの方で、日経の方に日経行きになったんじゃないんですか。その頃僕はもう国会議員の人たち、淡井圭介側の人たちにね、そのテレビを見ながら先に答えを教えてもらっていながら、ワードビーサテライトに出てる連中で、同性エネルギーの残存量問題からの方向性で話せへんからって。経済回ったらそれでいいって、それは自分たちの金稼ぎのためだって、自分たちが言ってるもんだよって、ちゃんと気づかせてあげたらいいからっていうことで。徹底的に言って。もうお金流れ知ってるからこっちはっていうことで。片っ端から返り討ちにしてたんですよ。だからその件があったから、そんなにやばいやつ日経行きって日曜滝田さんっていう人が一緒にいるらしいっていうことで、まあその人がいたらいいんじゃないですかって、もうこんなわけのわかんない話で、もうちゃんと連絡先あったとしても、どうせ時間的にその時僕働きながらでしたから、絶対一時全部が全部の番組絶対確認ができるわけないから、20人も結婚話アナウンサーモデルだけでも絶対3人以上はいった、女優関係だけでもう5人以上なのか何人なのかもう分かんない、上はもう分かんない。藤原紀香さんはもう確定的だったけども、結婚話してから有名になったっていう方は、どちらかというと結局は最終的に物事を見ると淡井圭介に
本当その頃まではそんな話なかった時、藤原紀香さんも無名の人でしたから、全国的に全然みんな名前知らなかったから、だから鈴木杏樹さんとか、まあ千堂明夫さんあたりは8歳ぐらい年上ですから、まあさすがにそのあたりはある程度の番組には出ていましたけども、正直テレビ出てる人なんかものすごくたくさんいるから、誰か一点にフォーカスを当てるというか、こうね、注目をして、世間の人たちが注目するようにその人たちの話題集めをしなかったら認知度なんか上がるわけないから、だから淡井圭介との結婚話した人間が徹底的に名前が広がっていくような形になっていた。でもスポーツ業界でもいっぱいいました。上は高橋直子さん、あとQちゃんって言われた、お化けのQたん。じゃあこれもともとね、キューちゃんっていうあだ名がついたのは、従業員食堂ね、フルーツラーパークで働いてる時、僕二十歳ぐらいの頃、高橋直子さんがすごい食事食べるんですよ。僕よりも食べる人にびっくりして、その頃、まあ、主にバーベキューコーナーで働いていたから、まあ、まあまあ、その辺の高校生の部活動よりは、まあまあ運動量多いですよ本当に。まあ僕も結構食べる方だったんですけども、例えば友達とね、ものすごくお腹減ってる時ですよ、牛丼食べに行っても特盛プラス並プラス卵とかそんな状態とかで、友達の引っ越し手伝いに行って霧の絵と霧の絵ところで昼ご飯が夕方ぐらいになってもう食わせてくれっていうことなんとか牛丼、引っ越しの時だったと思うんですけどね、ちょっとね、引っ越しも何回か手伝いに行ったりしてたから、餃子の王将の方の話だったのか、もうそっちの方でも僕もたくさん食べてるから話ごちゃごちゃになって申し訳ないですけど、とにかく僕よりも高橋直子さんの方が食べてたんですよ平気で。うっそーって思って、でなんかね、そこそこ、まあ、まあまあまあ力仕事してるし、なんか向こうもね、体力には自信があるみたいなこと言ってるから、もう走ることなんて誰にも負けませんよって、高橋直子さんも言っててね、一緒に走りますとかいうような話してね、僕も。日本代表を目指してる人。僕、バイクで走ります。おとも次の日の仕事さ。そんな限界まで張り合ったとこ絶対勝たれへんから次の日だし、足腰言うこと聞かんよ仕事に差し控えるその頃 RF400RV っていうスズキのオートバイに乗ってたんですけども、まあそれに乗ってついていきます道分からんになったらこっちが教えるからって教えますフルーツラッパー広いからで、まあ、そんなこんながあっても、もう分かんなくなるんですよ。そういう人の話いっぱいあるから。下の方、安藤美希と、小学生とか、宇賀夏美も小学生ぐらいだったでしょ。眞子さま、佳子さま。眞子さまは違うけど、佳子さまの初恋に入ってる人。話に。ねえ、佳子さま、その当時、幼稚園か保育園でしょ。こっちが頭おかしいと思ってもうね、もう結局最終的にはこういう人生になりましたと。以上30歳ぐらいの頃には大当てになってたんですよ。でまあズームインスーパーの方だったら、まあ、西尾ゆかりとりあえず外に出てくるから淡井圭介のこと覚えてるかなどうかなので、僕いつも例えばね、こう外の庭がこうあったとしたら、こうあったとしたら、僕はここにいたら相手は向こうに出すんですよ。で僕は向こうかなと思ってこっちに行ったらこっちに出すんですよ。東京行っても話し合い何にもなし。で自動で結婚して何の連絡もなし。絶対淡井圭介に言って。
でもうそれで我慢の限界が来た時に高島綾ルート宛てで送った SD カードの中でもそれでズームインは消滅したんですよ。あれ本当は月から土曜日放送してたんですよ本当にだしていいことと悪いことのクイズぐらいあるでしょ。ああ武田つねやさんなんか同性でもともと友達でいいからって言ってないもうまだもう涙出そうになってもうこれもう感情笑いながら言わなかったらもう怒るか泣くしかないんですよ。でも一応もう笑いながらヘラヘラ言いますけどももう相当この人はもうメンタルボロボロになってるなぐらいはお察ししてください。もう自分は同じ目にあったらって考えたら分かりますよ。あの怪我のことから賃金の払いからその警察官が上についていってなんでそんなことになってんの片っ端からいろんなこと本当にで、まあ、未だに絡みに来る連中はいるいろいろ考えてその提案して作ってもらったゲームに関しても支払いない我が天下と戦国フグの方まあ任天堂スイッチもそうそれ言い始めると家庭用ゲーム機の方も本当はゲーム他のところもあるんですけどもダービースタリオンっていうもののインターネットバージョンそこも金一方あってもおかしくないんですけどもともと倒産してるんですよ。もともとあんまり売れてないんですよ。だからもうそこはもういいですわっていうようなことは最初から言ってるんですけど任天堂とかも純利益あるすごい純利益もう分かんないこの話なんでそんなことになるのかスポーツの勝ち負けとかも世界一とかね散々なっておきながら本当にもうここまでしてでニュースウォッチ9見てたら去年ね林田さんでしたっけ女性のアナウンサーの人皇族が伺いますっていうことを番組中に言うんですよ。僕からしたら分かんないんですよ。何の件を皇族の人が誰に何を伺うのかテレビ局に言ってるからテレビ局のことなのか結婚話のことなのか何にも分かんないそんないいところ それこそ僕も言うんですよ。もう嫌だけどもちゃんと確認しなきゃなんないから林田さんって、その音声って、いつの音声か分かります?誰の声って、何にも返答ないんですよ。誰の声って、そう、高速を伺うっていう声、誰の声って、それ、僕みたいに、2024年の12月の何日の淡井圭介ですとか言ってるって、それ言ってなかったらコンピューター自動で言ってくるよって。それから向こう何にも言わなくなって、余計謎が大きくなって終わったまま。わかんない。その話誰でもどうでも持っていけるからここまで僕は被害者だっていうことはっきり分かったな。その皇族は伺った後どうなってんのって何を伺ったのだんまり最悪その林さんか林だっていうその女性アナウンサー皇族は伺いますっていうワードを聞いただけで何を伺うか林だっていうアナウンサー聞いてない可能性こんだけ話広がったらねもう分かんないでしょ本当に。その上に警察官がついていてなぜそんなことになっていたのかそのね供託金まで払わせてその不払いもある労働時間もおかしいなんでお金払ってあげないのっていう話なのかその話をたどっていくんだったら賃金の不払い方向でいくんだったら小林ですホテルフルーツラバーグもそうだから8時間を超えた後の長時間労働の手当すらないから本当にないんです。有給休暇も本当は発生してるはずなのに、半年以上の勤務で絶対あるはずなのに、それもなかったから、ファインハイゼンという会社に所属していながら、本当に。ないない尽くしなんですよ。それは絶対に脱法行為だから、もう、そういうのが永遠に続いていってるから。裁判所で勤務してる人たちとかも一緒に勤務しに来たりしてるのに、なんでこんなことになってるんですか?僕が驚いてる方が後から。最初分かんなかったんですよ。どこそこの裁判所にいる何々ですけども、で、から現場に入っていた人で、一言二言は聞いてるんですけども、その後聞いてないから、もう2、3ヶ月経ったらもうそこの人たちしか思えないんですよ、本当に。僕も実際派遣会社で来てるから。
もう分かんない、あのスポーツの勝ち負けでそのお金の支払いがないことに対して伺ってるのか、その我が天下とか戦国不武のことなのか、任天堂のことなのか、任天堂スイッチの方、本当は他にもいろいろあるんですけど、任天堂ファイヤーエンブレムのインターネットバージョンとか